武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。それでは中央大学の日本史の勉強について話していきたいと思います。こちら日本史ですが、まずですね、重要なのが統一入試以外がですね、記述が割と多いっていう点ですね。なので漢字ミスを非常に、気をつけなければいけない形式となっています。なのでまずその回答はしっかりですね、口頭だけで練習するだけじゃなくて漢字、でしっかり書けるように練習をしておきましょう。で、出てる形式としては、まあ記述、選択、方式、混ざっている形で、統一入試はマーク、ですね。で、法学部に関しては論述、モデルような形になっています。で、難易度としてはマーチレベルが、しっかり仕上がっていれば十分な難易度ではありますが、資料問題で文化史が割と出てくるっていうのと、資料などに関してはまあ文書の資料もそうなんですが、写真などが出てくることも結構ありますので、文学史もそうですけれども、でなので割と資料書などしっかり目を通しておかないと解けないかなっていう問題が出てくる点に注意しておく必要があります。なので、レベルとしてはマーチレベル仕上げれば十分なんですが、それに合わせてですね、資料問題、日本史資料問題一問一答の完全版をしっかりやっておく。で、文化史対策として、文化史ちょっと取れないなって人に関しては、スピードマスター日本文化史など、しっかりやって、さらにその用語を覚えただけじゃなくて、資料集など開いて、その資料、特に絵や写真などですねに関しては、資料でも確認しておく、習慣をつけておきましょう。で、法学部受ける人に関しては論述の参考書もしっかりやっておいて、考える日本史論述などですねの、参考書をしっかり仕上げておいて、まあ、記述できるように、まあ、論述ができるように仕上げておきましょう。で、正誤問題も、結構選択だと出ていますが、正誤問題そのものの、まあ、その見極めポイント自体は割と、そこまで、意地悪な問題出ておらず、まあ、オーソドックスな内容をしっかり理解できていれば、十分解けるとは思います。なので、まあ、教科書内容の徹底理解ということを、中心に、やっておいてください。で、まあ、割とそのなんていうか、テーマ史の理解が結構、重要な時は、さっき言った文学史もそうだし、あとは政治史、外交史、貨幣史などですね、そういったものも一個一個ちゃんと押さえていって、一つの知識でですね、ちゃんと、テーマで整理ができるように仕上げておきましょう。まあ、参考書としてはやはり実力をつける100題などの徹底やり込み、をしておくことが、中心になるかと思います。以上が、中央大学の日本史の勉強法となります。